なんか美容が好きだったんですけど、ヘアメイクになると思ってなかったですね。ネイルでなんか可愛いなとかそういうのから入ったんですけど、やってみたらやっぱり爪が可愛くてもメイクとヘアも可愛かったらもっと可愛いなっていうような、そういう単純なことなんですけど、どうせだったら全部できた方がかっこいいなと思って、断然私の場合はですけど楽しかったですね。自分がどんなヘアメイクさんになりたいとかっていうようなイメージっていうのは、やっぱり現場に出てみて、あ、ちょっと音楽関係面白そうだなとか、あ、雑誌でこういうページのこういう色合い好きだなとか、そういうのはやっぱりやってみて分かることの方が多かったですね。でもその時に働いた後で、あ、学校の授業ってこんなに大事だったんだなとか、なんか今や戻れないけどもう一度今聞き直したいなって思ったこともありましたね。結局美容がやっぱり一番好きなことで、続けるのを一番専門職って難しいと思うんですよね。ある程度厳しい業界だし、ただそういうのをくぐって今までずっと続けてこられたっていうのは、ものすごく好きだからっていうのが、やっぱ好きなことってやっちゃうじゃないですか、やんなきゃじゃなくて。だから楽しいなっていうのが一番念頭にあったのが私の理由ですかね。